曲を移してまいりますが、初めてメディアの方に出てきました。昨年は歴史問題のところに顔を出したんですけれども、先ほど上田先生から話がありましたけれども、その人々の心の中のことってのは本当にそういうふうにすぐに変わってるのか、どういうふうに変わってるんだろうか、いろんな疑念を持つのは当然だろうと思います。ますますなんていうか、お互いに対するイメージとかパーセプションというものがこう二国間の間でものすごい重要な役割を果たすようになってきて、でそのなんていうか、メディアがそこに関わってパーセプション、イメージを作っていく、そういう状況になってて、やっぱりそれがそのメディアの間の議論をある意味でものすごく引いていくというか、熱っぽいものにしたんじゃないかなという、そういう気がしました。それが私の印象です。